香港カップをステックスレコードで、イスパン賞を10馬身差でいずれも快勝した栄新光、待望の初年度産駒の登場です。母の父は黒梅、2019年もビクトリアマイル勝ち馬ノームコア、秋華賞勝ち馬クロノジェネシスの母の父が黒船でした。おばのエアパスカルはチューリップ賞の勝ち馬、そして本馬サンデーサイレンスの 3×3 に加えてストームキャットの 3×4 を持つというエンタープライジングな配合が施されています。シャンティで世界が驚く大パフォーマンスを見せた栄新光の初年度産駒、上場番号25番トゥルビネの2018。